実は参議院議員高利息巨額詐欺事件。世の中には年金問題で苦しんでいる中高年がたくさんいる。そこで私は団体を立ち上げ、電話での無料相談を始めた。電話相談を始めて分かったことがある。年金問題で困っている人がたくさんいるということだ。私は思った。もっと多くの人を助けたい。多くの人を助けるためには国政に打って出なければいけない。そのために政党を立ち上げることにした。私は今まで多くの人の力になってきたんだ。きっとみんな助けてくれる。選挙に受かるだろう。私は意気込んで衆院選に出馬した。けど現実は甘くない。落選してしまった。どうすればいいんだ。選挙でできたこの借金、次の選挙の資金もない。どうすればいいんだ。私は一生懸命考えた。四六時中お金をどうやって集めるか、お金を集める方法だけを考え続けた。資金集めのためにオレンジ共済を立ち上げた。共済を立ち上げたことによってお金が集まってきた。これで選挙に出られる。当選さえすればお金が入ってくる。そのお金で今まで使い込んだお金を返済すればいいんだ。そうだ、選挙に受かんないと。共済員はみんな票を入れてくれるだろう。意気込んで出馬した。今度こそ当選するぞ。結果落選。どうしよう。当選するためには比例代表に比例に出馬するしかない。他の政党に入って名簿上位を得るためには巨額なお金がいる。どうすればいい。そうか、高金利にすればお金集まる。何としてもお金を集めよう。何としてもだ。バブル崩壊で金利が大幅に下落している。そこに目をつけて金利を高くすればみんな入ってくれるはずだ。年利 6-7% のオレンジスーパー定期を打ち出し、多くの資金を得た。政治団体幹部に巨額のお金を渡した。お願いします。これでどうにか名簿上位をお願いいたします。わかりました。約束しましょう。そして私は比例代表上位者として出馬した。そして私は見事に参議院議員選挙に当選。お金があれば何でもできる。1、2、3。そして多くの人が参議院議員ブランドに飛びついてきた。そして気がつけば93億ものお金が手に入ったんだ。お金は借金の返済や私の娯楽に使わせていただきました。気がつけば返済が焦げ付きだし、ついには家宅捜索を受けることになった。そして私は逮捕された。この事件から分かることは、甘い話には裏がある。こちらの表を見ていただけますでしょうか。銀行の普通貯金の年間利息でございます。 6% から 7% と比較してみると、とてつもなく少ない金利ということがお分かりでしょう。そもそも 6% から 7% もの高金利を払えるわけがないと、こういった自転車操業的な詐欺をポンジスキームと言います。詐欺は身近に潜んでおります。皆様もお気をつけください。それではチャンネル登録・高評価よろしくお願いします。ありがとうございました。